お疲れ様です。お疲れ様です。あ、クラブ綺麗にして。今久しぶりにクラブ拭いたんですけど、うん、なんで拭いてたか、うん、まあ。イエローさんならもうね、お察しもさしてると思うんですけど、うん、僕が今から、うん、この間買った、うん、このタイトリストの、うん、ドライバーと、うん、親父から譲り受けた、うん、このパター。はいはい。これ以外。はい。なんだってなんだって全部売りに行きます。なんだってこのどうしたんだよ。リーダーが譲り受けたこの RBZ のステージ2のウッド7番、うん、5番、うん、3番、うん、あと、うん、タイトリスト AP2、うん、あとボケ、うん、もう一回言います。全部売りに行きます。まあじゃあその何ですか理由聞く。いや、ない理由は言って。理由ね、僕イエローに12打差つけられました。これ取っときたかったな。このラウンド取っときたかったな。私がね全く言いたくなかったけど、言っちゃいます。12打差です。12打。この間はねグリーンに負け。グリーンに動画で負けた後ちょっとリベンジも兼ねてグリーンと回ったらまた負けた。で今日はちょっとリハビリゴルフだと思ってプライベートでね天の声さんと君と行ったんですけど、はいはいはい、12打差つけられる。12打ですよ。やってやんないと。僕はベストグロまで出してね95ね。ということで、はい、売りに行く。これを今から、はあ、このもうこれは売らないよ。このバッグはね。このバッグはね、うん、はいはい。このウェッジ3本、うん、そうだね、うん、だね、うん、もうこの頭とケツしかもうクラブは残さないと。これもうどうやってゴルフすんのこれこの後どうやってゴルフすんの君は。そうちなみに僕はもう新しいほうアイアンを買いました。買ったそうなんですよね。買ったんですよね。買いました。そうですね、はい、でまあその動画はまあ後日ということで、はい、今回はまあこれを売りに行く。今回はこれを、はい、まあ、今日どうだゴルフパートナー、はい、大森店さん、大森センターさんですね。詳しい店名さんの後聞くけど、はい、まだ撮影許可取ってないんで、うん、NG 出たら、うん、売り終わったところから撮影します、ね、売り始めから売り終わりの、はい、入り口からこう出口でね、そうそう走る可能性あるけど、うん、じゃあちょっと売りに行きましょうか。はい、売りに行く編ということで、ニックキクラブたちをクラブのせいに、お金に買いに行きましょう。クラブのせいにすな。あれもう完了ですか。完了です。完了ですか。見てください、すっから完了です。まあドライバーとパターは今車の中に、車の方に移動したんで、はい、じゃあクラブがないとこんなにも軽いんだと思うよね。もともと軽量のねスポーツタイプだからね、うん、あのニックキークラブが、はい、やっと32,100円。32,100円、ウッドいいよ ね、うん、ね、いい。でもウッド3本と、うん、タイトリストの AP2 の、うん、あれか一石、うん、5番から一石まで、うんうん、ウベッチで冒険の3本で分かったもん。そんなもんか、うん、まあでもね、まだ新たに来るその新人くんのフルセットを考えたら、そうね、うん、グリーンに負けて、まぁ、あ、ちょっとね、回してはいませんでしたけど、まぁ、あ、まさかのイエローにも12打差がついて、まあ、今これ進化の時と、ブルー君はね、そうそうそう、進化の時よ。こうやり直す時ってもう全部やり直したいのよ。全てをチャレンジしたいの。なるほど、とりあえず。なるほど、だからもうとりあえずはもうクラブが売ると。なるほど、で新しいクラブを買うと。なるほど、一瞬です。もう進化の時。そう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 、なるほどね。もうなんかこうこれからじゃ練習に打ち込むってなった時に、うん、こんなちょっと呪われたクラブ使えてくれるから。呪われてんのよ。だって12打差だよ。イエローに取っときたかったな。あんなドタバタドタバタしてるイエローに12打差つけられたらさ、うん、もうそれはちょっと火つくでしょ。もうね、呪われてんじゃないかと。これですよ、うん。これクラブ届かなかったら次のこれでいくからね。できねえから、うん、ウェッジ系とね、うん、あとウッド系か、ユーティリティかなんかちょっとセッティングから一からちょっと見直して、うんうんうん、
もういいよ、言いたいでしょ、みんなクラブのせいじゃねえだろう。コメントがね、言いたいでしょ、来てるでしょ、ね、言いたきゃ言えばいいよ。言いたきゃ、でも俺は違うんだ、進化する、そうそうそう、もうクラブのせいにして気持ちも分かるでしょ。そうだね、ブルーレンジャー 2.0 に。そうなんだ、もう何でもお金で解決しますから。そうですね、はい、これあのレンジャーの経費で消えるから。レンジャーの20億ある経費のね、ちょっとだから。ああ、じゃあいいね、20億あるから、ね、やってこう、うん、レトロね、うんうん、リーダーのね、経費20億から。20億なんかであの人1000万使っちゃった。そうだね、そうだね、19億9000万残ってるから、うん、たまにはブルーも使っていいんじゃないか。そう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 、うん、進化のためにね、高が10万20万だよ。うん。いいだろうと。領収書切らし、あ、領収書取ってこないと。オッケー、じゃあそれでいきましょう。じゃあちょっと、じゃあクラブ届いたらへんね、はい、はい、どうも、恵比寿のキーローです。ということで、買っちゃってクラブ先にちょっとご紹介します。我慢できない、もうチラッと見えてるかもしれないですけど、 M4! M4 いっちゃいました。で、先にブルーにバラす前に、簡単に紹介を、ね、買ったのが、このアイアンの5番からピッチングと、4番ユーティドライバーなんですけど、後でちょっと後から、ウッド系をちょっと揃えようと思ってます。で、これであとはこのカバーも外さず、ブルーと練習に行って、ブルーのクラブ紹介があったら、俺もなんかしれっと M4 を買ってたと、そういう流れで行こうと思いますので、はい、多分ここから練習場の方に多分飛ぶと思うんで、後日また予定を合わせて、ちょっとブルーにドッキリかましたいと思います。はい、こんばんは。ありがとうございます。です。今日は葛西ドッテゴルフ練習場。はい。はい、ということで、ついに、ブルーのクラブ紹介と。ちょっとね、はい、揃った？揃いましたね。揃ったんか。揃ったね。揃ったんだね。行くか、どこ行く？ドライバー。行きましょう。ドライバーから行く？いや、ドライバーはだってデフォでしょ？あ、デフォっていうか元の TS 君でしょ？これじゃいらない。飛ばす。うん。新しく買ったやつだけいいか。そうだね、はい、そうだね。じゃあ上から行こう。上から5番ウッドかな。うん、18度の TS2、 お TS2 おで、シャフトが、はい、さあここです。これ、ね、ドライバーと一緒のツアー AD、 あ、ツアー AD の、VR6 かな。 VR6、 あ、はいはい、フレックスです。そう、フレックスです。まあ、これドライバーと一緒です。なるほど、これはかぶせました。なるほど、誰から聞いたんだっけな、やっぱり同じにした方がいいって言ってたね、誰か。うーん、誰かね、うん、そこ欲しいんだよ、ね。これユーティリティ、オティリティ、ティリティ、これタイトの、うん、何番ティリティ、4番ティリティ4番ティリティそう4番ティリティです4番ティリティで、915H、あ、これ TS じゃないんだ。これ TS じゃないの。TS がなかったのかな、見せて。中古で探してて。うん、で、シャフトが、うん、あれ、なんと、4番TT。4番 TT。4番 TT。で、これですよ。MCI。さあ、来ました。MCI。MCI。MCI。の、MCI。100S。100S。なんか重いのかな、ちょっと重め。カーボンですね。で、これね、だから、このドライバーとかの方とシャフトを合わせた方がいいのか、アイアンの方に合わせた方がいいのかって迷って、うんうん、だからぶっちゃけユーティリティのヘッドで探してないのよ。なるほど。探したの。なるほど、なるほど。で、たまたま、まあ、これになりました。915。そう。なるほど。だからあとね、ミズノの何かにしようかなって迷ったんだけど、あ、そっか。そうそうそう。あ、そっか、そっか。なんでかっていうと、はいはいはい、今回の僕の買ったアイアンは、はい、メイズノ。メイズノ。出たーなんか MP66。 あ、すごいのそれは。MT6、うん。なんかね、これは、うん、あの、なんだろう、和顔って言われるやつかな。和顔？そう。あ、構え、なんか多分ここの、ここの部分が、わかるでしょ、角張って、お前のと比べてみると、うん、いろいろあんの。
あれでしょ、言ったら誰逃れより妹って感じ。ああそうだ、誰逃れより妹って感じ。ああ、うん、なるほどね。あ、じゃあ僕のクラブとちょっと比べてみます。そうだね。あ、だお前のが多分どっちか誰逃れ、はいはい、ああなるほどね。この辺が誰逃れ型。あ、なるほど。はいはい。なんか、え、新しい球団。え、あれ、え、え、え、うそ、うそ、うそ、え、めちゃくちゃ練習したかったのか、お前。あれだよ、あれ、あ、気づいた、僕、ビニールスイッチだよ。君のこれ、また、エビフォーさんじゃないですか。あ、どうも、はじめまして。え、マジか。そう、新しい新品新品じゃん、嘘でしょ。いつ買ったの。いいリアクションとか来ましたね、皆さん予想通りのリアクション。嘘はい、じゃあ一旦続けましょう。はい、一旦続けましょう。続けましょう。なるほどね。でこれが、まあ、誰逃れ顔だよね。そう、誰逃れスタイルなのね。はいはいはい。そこが和顔のなんかあれらしい。なるほど。近かったら教えてください、コメント。はいはいはい。で、でシャフトですね。これなんですよね。ここも MCI。うざ顔。100S。100S。で、グリーンは、うん、なんかフィッティングの時に60が良かったのかな。まあ、17万円する。うわー、言ってたね。じゃあ今回は、カーボンシャフトにしたと。そうです、アイアンはカーボンシャフト、ウェッジが52と58かな、はい、58からいくと、うん、これかな、水野の、お、水野プロ、なんかブルーじゃね、それ。そうなんです、 S18 っていう、ヘッドブルーだよ。ブルーなの、わかるかな。うんうんうん、わかる、うん、わかるよ。いや、カメラ越しでもわかるよ。わかるでしょ。わかるわかる。おお、青だよ。そう、一応俺ブルーだから。寄せたんだ。そうそうそ う, そ う, う考えてるね。でも、うん、中古だからね。ちょっとご愛嬌なんだけど、はい、ここハゲちゃってる。あ、まあ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 、そう、まあこれご愛嬌ね。はいはい。で、シャフトがあれだ、モーダス3の、105かな、これは。モーダス、そうだ、これ多分そのモーダス土の中の軽い方なんですよ。だけどこっちの多分カーボンよりは重い、多分 10g ぐらい重いから、10g うんうんうん、あ、あ、まあ、そのあんま誤差がないように、これはないようにした。別になんかエッジが重くてもいいってあれなんだけど、うんうんうん、あんまりなんか重さ変えすぎてもって感じじゃない。なるほど、まあまあ、うん、でそれが何度。これが、52度。52度、うんうん、で、まあ、同じ種類モーダスで、モーダスの一番くー、じゃあ、まあ、このセットだと。ブルーは、まあ、今後このセットでブルーはゴルフをやっていくと。そうですね。なんかちょっとね、もう何ラウンドかしてるらしいけど、なんか調子いいみたいじゃん。いいですよね。なんかね、70代こんにちはしたって。え、わかんない。70代にはこんにちはしそこれだね。しそこれだね。そう。70代。でもだからバーディー出せば79ペースって言ってたのが、最後のホールで9だ。それがこのセッティングで。このセッティングで。9だ。9だ。それはもうあれだね。人間設定の方だね。そうだね。そう。それクラブのせいじゃない。人間設定。なるほど。はい、じゃあ次は僕の番ですね。はい。はい、M4 ね。はい、ドライバーね。M4 ですね。はい、10.5 度。うん。はい。あ、10.5 度。そう、10.5 にしました。9.5 も10.5 も打ちました。で、なんなら、うん、ちょっと M2 ですけど、うん、あと US 版のタイプ D、うん、ドローが出やすい US 版とかあるんですよ。それ日本はないの。ないです。 US にしかないんだ。 US 版だとタイプ D があります、まあ、タイプ D も振りました、まあ、結局僕はデフォルト設定が好きなんで、うん、純正シャフト吹雪のフレックス S と、はい、これドライバーですね、はい、で次に4ティリティね。4ティリティも新品。4ティリティも買ったのね、はい、4ティリティもいっちゃいました、うん、ちなみにこれあのテーラーの公式で買ってるんで。え、何通販サイトだっけ。はい、公式で売ってる。だからどうしたの。オンラインで買えちゃんと公式でやった、ね、はい、俺みたいに中古じゃないと。そう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 、ちょっと新品で。新品です、はい、それ正規のルートで買ったんだぞと。はい、次こちらですね。ちょっと寄ってもらって5678 9 p と、
全部シンクロで入ったまま打ったのこれ。いやもう9番と P だけで我慢したの。 P は振ったのよもう。 そんで、ちょっとあれなんですけど、あでも何これ、あキャビティ、そうキャビティか打ちやすそうだな。重いのよちょっと、ヘッド走らして返すみたいな、そういうシステムらしくで、M1 から M4 で使われてるのがテーラメイドの自社なのかな、リアックス90っていうのは NS プロでもない、あすごいピントがある、あピントだ、うん、ダイナミックゴールでもない、本当だ、そう、あそれはなんかあるんだ、リアックス90みたいな、へえ、これフレックス S、まあ、このヘッドが重いからか心なしかシャフトが軽いです。うーん、これ グラム数とか分かんないんだ、うん、全然知らないやったよ、うん、そうで、もう一個、うん、最後に、うん、アザスゴルフ、アザスゴルフのイエローバージョン、おもちけんが宣伝してた、うん、これなんとゲットしたんですけど、うん、こう特別に、うん、7入れ出たよマジで、もちけんお前のこと好きだろ絶対マジか、それがゲットしました、はい、これ使ってこれから新しいゴルフ、それでプライベートで何回か使ってたもんね、なんかね、ブン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 、あとは、まあ、今日はブルーを驚かせたから、あとは、グリーンとリーダーはこの放送で知る、あこの動画で知る、俺はずっと避けてるの今そう、この放送が流れてるわけ、だからゴルフ行きたいゴルフ行きたいずっと言ってたんだうわー好きしたマジいい、なんか俺のさ、なんかこの紹介動画かすんだよね、なんか全部中古じゃん、黄色だって全部新品の M4 でしょ、ふざけんなよ、ちょっと都合上で M5 M6 行きたかったんですけど、うん、予算上をちょっとやっぱ全然違かったの、いや全然無理だよ、倍はする、倍する、アイアンセット倍するから、あじゃあ型落ちだからか、そういうこと、安かったのね、そうそうそう、でも去年のモデルだから M4 なんて全然2018年、そう半額ぐらいになるんだもんね、なるなるなる全然、確かに俺の AP2 もそうだったわ、でしょ、うん、そうっていうことで、まあ、今回は僕もこれでゴルフやってきますよっていう大成功に終わりました、はい、いやもう見事騙されたわマジでということで、じゃ あ、うん、あのブルーと、イエローのクラブ紹介、はい、はい、終わります、じゃあちょっと今から練習していきます、じゃあお疲れ様でした、はい、あ待ってます、どうぞ、実は突然ちょっと編集長と話してて、今日実はランドしてくるんですよワンウェイでっつって、うん、そしたらえちょっと撮影してくれないって言われて急遽なんですよ、だからまあユニフォーム、急遽だよね、急遽本当に本当は完全プライベートの予定だったんだけど、昨日の夜中でしょだってあれ言われたの、これは完全グリーンのプライベートウェアです、かわいいよ花柄ね、膝っぽいよね、あのチェルシーの姉のチェルシーの柄みたいな、そうそう、あごめんね